明らかに学校に帰ってから何でしょうね、友達関係と特に、男女間の部分ですね。で、私どもの学校は医療系の学校ですので、まず、患者さんを選べない、そこにつながるんではないかなと思いまして、すごく気に入っております。よそにはないものですので、それと多分いろんな環境の要因もあるんだと思います。まず、ツインリンクでやるという意味ですね、レース場でそんなプログラムあるのっていうのがまず驚かされるで、やってみたらあ面白いなっていうもので、驚かされますし、この自然の中でやるっていうその要素が重なって、学生たちは多分楽しくできてるんじゃないかなと思ってます。